どうも皆さんこんにちは、太郎でございます。今回ですね、マジで覚えてないと損する数字7000ということでお送りしたいと思います。ぴったり7になりましたということでよろしくお願いいたします。まあ、こう人生を生きていくわけで、生きていく中でね、覚えとかなきゃいけない数字っていうのがあるらしいんですよ。で、それから7000あるということで、結構面白いタイトルかなということで、今回は気合を入れて、毎回もちゃんと気合入れてますけど、今回はより気合を入れてですね、頑張っていきたいと思います。太郎と申し合わせ、史上最大の日常でですね、テーマを決めて喋るというのを今投稿しておりまして、カエルちゃんも一緒によろしくお願いいたしますってことで、もこう4月も差し掛かってきてね、春もう完全に冬もなくなり、あの寒い寒波はどこに行ったんだとかいう気持ちもしながらですね、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。ん、いかがお過ごしでございましょうか。帰ってきたあの企画でで、ね、ん今日の飲み物のコーナーよろしくお願いいたしますってことで、こちらです。ででん、レッドブルなんとかエディションとかでやろうとしたんだけど、これね、前僕紹介してたみたいなんですよ。どんなやつなんだろうっていろいろ調べてたら、マンゴスチンフレーバーのエナジードリンクなんですよ。このマンゴスチンっていうね、このなんか男女2つが1個にギューになったみたいな、マンゴスチンみたいな、あーみたいな感じの、これ別に下ネタじゃないですかね。そう、マンゴスチンのフレーバーのエナジードリンクがあったんですけど、まあ、これ多分ね、こういうことを僕同じようなことを前回も言った記憶があるんで、多分どっかで言ったと思います。まあ開けていきましょう。おー、いい音ですね。いただきます。うん。この桃っぽい感じ、桃、うん、これはね、前飲んだことある、多分同じやつだ。ルビーエディションっていうやつらしいんですけど、濃厚な南国の甘みが喉を通り抜ける宝石のような秘められたフレーバーだそうでございます。興味ある人はぜひ買ってみてください。190円ぐらいで買ってます。買ってます売ってます。誰が買ってますよ、買ったの俺や。売ってます。高いんだよね、レッドブルってね。そう、ちょっとお高いよね。そんな感じでございますけども、いかがお過ごしですか。皆さん暖かくなってきて、今年はね、海にいっぱい行きたいなとかね、プール行きたいなとか思ってて、もうマスクもしなくてよくなったしね、もういいべって感じだよね。うん、もう完全にやっと戻ってきたなって感じで、僕も早くまた海外旅行とか行きたいなと思っておりますけれどもね。どうですか春、はい、早く1個目行けって感じだけど、まあちょっと喋らせてと思いながらも1個目行きましょう。はい、マジで覚えてないと損する数字7000。1つ目、第一印象は出会って3秒で決まる。おお、そうだね。なんか僕もね、最近新しい出会いをしましてね、環境が変わったりすることもあって、初めて会う人とか増えるんだけど、やっぱりその最初の3秒って大事だよね。ただその最初の3秒でどう印象付けとかによって、後々こう転がせるっていうのは幅が増えると思うんですよ。最初例えばめっちゃ真面目とか硬いっていうのを植え付けといて、意外とチャラいとか、僕の見た目だと逆なんでね、チャラいとか、なんやこいつ気持ち悪い、気持ち悪い、誰が気持ち悪い気持ち悪いっていうのを植え付け、気持ち悪いじゃない、その明るいとかチャラいとか、そういうなんかほわーみたいなのを植え付けといて、実はちょっと真面目だったりみたいなところね、印象をこう変えることによって結構与えれるのって変わってくるかなと思うんですけど、僕は意外と真面目ですよ。金髪界の中では真面目だと思います意外とね、この髪型なんかさ、はま寿司だっけな、魚べだっけな、くら寿司でさ、醤油をこうチューチューしてる人いたじゃん。その人の髪型に似てない？ 21 歳の無職らしいんですけど、僕は別に21歳でもないんですけど、無職ってとか一緒ですね。お、悲しいってことで、僕がペロペロするのは、あ、やめときましょう。次行きたいと思います。マジで覚えてないと損する数字7000。2つ目、7割の記憶を忘れるのは24時間後。7割の記憶を忘れるのは24時間後。あ、じゃあ24時間後にはもう7割の記憶が忘れちゃってるってこと？そうなんだ。まあ、でもその忘れるっていうのが、なんか人間のまあ、唯一のいいところというか、ね、例えば SSD とかってさ、SSD と人間を一緒にするなって感じだけど、まあ、例えば僕とかって、古い記憶だと10年前とか、もっと前の幼稚園の記憶って、かすかに残ってたり、匂いを嗅いだ時とか、その場にいた時とか、はって蘇ることあるけど、逆に4日前の朝ごはんを覚えてないだろうとか、そんな感じだよね。っていう、この特殊な人間のこの頭の中の構造って、やっぱり SSD とかには、絶対できないよね。SSD が自我を持って、あ、このデータもちょっと消しとこうかな、みたいな。そんなこと絶対できないじゃん。これからもこれ絶対できないと思うから、そこでやっぱいい意味ではあるんだよね。忘れれるってね。人間のすごいところだとも思いますけどね。うん。まあ、7割の記憶は忘れちゃうんだね。僕はですね、まあ、その記憶ということで言いますね。お前はまた話は、また同じような話をするんですけど、忘れられない記憶がありましてね、僕も、なかなか。僕ね、なんかその気になることとか、すごい刺激的なことを受けると、もう脳がね、すごいハックされてるというか、なんかすごい支配される感じになるんだよね。そう。はい。次行きたいと思います。マジで覚えてないと損する数字7000。3つ目、20% 記憶力を上げるのが20分の運動。へえ、そうなんだ。でもなんかよく言うよね。運動をすると記憶力も上がるとかって、その人間の本性っていうか、なんだ、人間の本質として、まあ動物っていうのがあると思うんだけど、僕
ともとどういう記憶をするべきだったかっていうと、ここに行くとこういう植物が取れるとか、ここに行くとまあ狩りができるっていう、そこの記憶力って人間の本来備わっている記憶力だと思うんですよ。何を言ってるかっていうと、ここに行くとご飯が食べれるっていうのを覚えておくのって一番大事じゃないですか。だから食べてる時とか食べてる場所の記憶って結構覚えてたりするらしくて、それと掛け合わせて勉強とかもするといいらしいんですね。だから糖を摂取するのも含めてチョコレートとかを食べながら勉強するといい、なんか記憶力がアップするみたいですね。その食べてるのと、で、記憶力がアップしてるときに、こういろいろ覚えたりなんかしたりすると、記憶力が上がるみたいですね。ということで、次行きたいと思います。マジで覚えてないと損する数字7000、3つ目はやった4つ目。実は9割の心配事は起こらない。まあ、確かにね。まあ、意外と心配事ってなんやかんやで起こらないんですよ。だから保険とかも僕嫌いで、まあ、事故しちゃって、ただあれだけど、でもあれ一体さ、車とか事故したらさ、そっからまた保険料ガーンって上がるわけじゃん。だからそれもなんか嫌だよね。それはね、保険会社からしたらいっぱい事故して同じ値段だったらやってらんないよっていうのもわかるけど、一体事故してガーンって上がるんだって、それが例えば2年に1回とかね、まあ年に1回事故する人とかってもうそんないないでしょ。一生のうち何回かしか事故しないってなったら、もうなんかその保険金全部しないで最低限の自賠責保険だけ入っといて、他はもう貯めとくというか、で実際に1回じゃもし事故しちゃったらそれで全額バッて払うとかの方がいいような気もするけどね。まあ、例えば5億円とか4億円とか、まあ、とんでもない額の賠償金を払わされた時であったとしてもね、なんかちょっとうーんって思いますね。はい。払い損って僕すごい嫌いで、これで言うとやっぱ保険料ですよ、保険料。あの皆さんさ、年金のことは言うじゃん。結構まあ政治家とかも1段階2段階になってて、年金が危ない、年金が危ないとかさ、高齢者の年金がとか、年金不足とかっていう話になるんだけど、誰も保険料のこと言わなくない？で、僕保険料の方が嫌で、年金はさ、まあ払ってりゃさ、帰ってくる可能性がまあ結構まあちゃんと残ってるわけでしょ。わかんないけど、年金がその潰れてとかっていうのもあるけど、保険料ってあれ絶対返ってこないでしょ。月何万とかさ払ってて、それが返ってこないで、僕なんてもう1年に1回病院行くか行かないかぐらいですよ。例えば花粉の時ちょっと目が痒いから眼科行って薬もらうとか、皮膚科行くとか、まあ行って2回3回なんですよ。まあ、皆さんも結構そんな頻繁に病院行く人っていないと思うんだよね、若いと。なのに毎月何万も払ってたら、もうさ3割負担じゃなくて全額負担でいいから、保険入りたくないって思うよね。60代とか70代のクソジジイどもはさ、病院行って、もう病院とか行ったらもううじゃうじゃいるんですよ。その人たちは1割負担とかだったりするわけでしょ、みたいな感じしますよね。でその人たちは年金ももらっててさ、そのね人たちがいるから僕たちがいるし、その人たちはその人たちで若い時頑張ってたかもしんないけど、どっちかっていうとそっち派ですね。良くないけどね。うん、ハテナは残るところですね。こんな話をするなんてことね。あ、でそうなんだっけ、そう、実は9割の心配事が起こらないってことで、まあ、逆にその心配してないところでとんでもないトラブルが発生するっていうこともあると思うんですよ。僕の時下、まあ、ちょっと近い人での知り合いが、まあ、人引いちゃったと大変なことになってるとか、そんな想定してないじゃんとか、そういうのがバッて来る時だってあるから、逆に心配してることは来ないかもしれないけど、全然心配もしてないのは とんでもないところから急に来る可能性もあるからっていうところで、やっぱりこう、まあ、何が起こるかわからないからこそ楽しいって言っていいのかわかんないけど、そういうところもあると思いますね。心配事ってまあいろいろなんかあるかな。心配事やっぱりこの先不安だなみたいなところ多いと思うんですよ、まあ、皆さんね、まあ、僕も含めて。だけどまあ未来ばっか見ててもダメだし、過去ばっかり見ててもダメだしっていうのはまああるあるですけど、どうなるかなってわかんないからね。僕がこんな20何歳にしてこう YouTube をやってるとは思わないしね。これ YouTube やってるって言っていいのかって僕もたまに思うことあるんですよ。いやまあでも見てくださってる方いるから、僕ね動画を上げるとね、もう1時間以内に3人の方は毎回見てくださってるんですよ。でそれが誰かわかんないのね。 YouTube って足跡機能とか一切ないから、もう何も気にせずいいねを押していただきたい。こんなやつの動画にいいねを押したら私の価値が下がるわとか思ってる人いるかもしれないけど、全然関係ない。僕見えないですから、その人が誰か、低評価した人とか高評価した人とか、なんなら再生してくれた人が誰かなんて僕だって全然わかんないから、コメントだけね出ちゃうけど、でもそれでもさ YouTube のアカウントで名前そんなつけてる人いないから、恥ずかしがらずにいいねしていただいてて、というところで、はい、次行きたいと思います。マジで覚えてないと損する数字7000、5つ目、30日の行動が習慣になる。なるほど、これは確かにそうだね。覚えといて損ないと思う。30日頑張れば、3日坊主とかって言うけど、逆に30日頑張れば習慣になるなんていうのは、まあ、確かにあると思いますね。僕はですね、これ動画はね結構まとめて1日6本とか7本とかバカみたいに撮るんですよ。でバカみたいに撮ってずっと編集してるって感じなんですけど、それを始めたのがちょうどもう1ヶ月2ヶ月ぐらいかな。動画を結構頻繁に上げれるようになってから1ヶ月ちょい経ちましたけど、習慣化してくるところありますね。うん、習慣ができれば
ば逆にその次でどれだけ効率化できるかとかっていうところにつながっていくと思うんですけど、30日の行動が習慣になる。まあ、例えば学生とかだったら、まあ、毎朝30分の電車とか1時間の電車の中で絶対に英単語を見るとか、それを1週間1ヶ月続ければ確かに習慣になるだろうし、社会人だったらなんだろうな、朝早起きするを1ヶ月続けるとかもいいと思うし、でも1ヶ月続けるってやっぱ大変なんだよね。うん、すごいね。僕もね、本当はこのブクモって言っちゃう、もう最近太ってきてブクモって言っちゃったけど、僕もね動画撮るのね、この本当は毎日撮りたいんだよね。毎日これ撮ってると編集する時間がなくなっちゃうと、うん、だから結構分けてやったりしてるんだけど、いやーでも僕はまだまだダメだなと思ってて、自分の中でもうこんな動画なんだったら1日1本は絶対あげれると思ってやってるんですけど、なんだかんだだらけちゃったりね、なんだかんだこうやなんかふにゃふにゃなテレビ見たりご飯食べたり、ああ寝たりとかってやってると2日にいっぱいないっぺんになっちゃうんだよね。そうで、あの話全然変んだけど、変わるんかい、変わらせていただくんですけどもね、 YouTube って公にはこれ言われてないんだけど、実は多分なんだけど、 YouTube のアルゴリズム的なものをね、あのまあ一応まあその情報共有とかする時があるんですよそういう情報共有してるのにそれを一切無視して動画上げておりますよろしくねセオリーはあるの、まあ、そのセオリーはセオリーで置いとこうよみたいな、で僕は僕でやりますからみたいな、そこにちょっと憧れてるというか、なんて言うんだろうな、そのまあ伸ばし方っていうまああるのよ、その定石はなんだけど、まあそこっかりやっててもねみたいな、そういうなんか天の弱なこの YouTube チャンネルでですね、やっぱりそんな伸びないっていうのをね心から実感しておりますけど、まあまあいいや。で、そう、3月31日とかにまでに一回 YouTube って区切りを入れるんですよ、多分ね、多分だよ、うん、YouTube は言ってないけどね。で、4月1日から新たにおすすめとかいろんなチャンネルを一新してる気がするんですよ、僕はです。まあそんなことないって言ったらすみませんなんだけど、だから逆にその4月1日に新しい動画をぐわっと上げると、まあ4月からやっぱり動画新しく上げる人も増えるからっていうのが僕の根拠の一つなんだけど、はい、ということで、まあ僕もそれはやろうとは思っておりますけども、まだストックがゼロということで頑張ってここからいっぱい動画撮らなきゃなっていうところなんですけど、まあ僕は今めちゃめちゃモチベーション高いですから、なぜなら恋をしてしまったんです僕はとか言ってね次行きましょう。マジで覚えておかないと損する数字7006個目、思考が身につくのは180日経った後。これちょっと深いね。うん、なんか30日で習慣になると、行動がね。それを180日、6枚続けてれば、思考が身につくらしいですね。まあ、思考って人の考え方って変えられないって話をして、そのお互い例えば A が正しい、B が正しいってなって、じゃあどっちだっていう言い合いをした時に、B 案で言ってほしい、こっちも A 案で言ってほしいとかね、こういろいろ交渉することって多いと思うんだけど、その交渉術として、一番、あ、ちょっと話せるよ。効果的なことっていうのは、論理性じゃないんだよ。その A っていうところでの論拠と B っていうところでの論拠ってどっちでも立てれるんですよ。だって自分が正しいと思ってればさ、強引かなって思うことだと、いやいや正しいと思い込めて、それをね論理的に説明できれば A っていうの立つし、その逆だってもちろん あるわけで、ってなった時にその論理でどうにかするのはダメなんだよ。やっぱり、感情で訴えるのが一番あのいいんですよ。で、僕は B だと、でこの人 A だと、で A っていう考えはすごいわかりますと、で A っていう考えが正しいももちろんわかるんだけど、今回ごめんなさい B でお願いします、このやり方が一番考え方を変えるとか論理的に行くとかじゃなくて、もう A なのが正しいんですよ、すいません、だけど今回 B でお願いしますって言うと、あ、じゃあ A からしたら A が正しいんだな、こいつも分かってくれてんだ、でもじゃあ B のために俺が変えてやるよっていう考え方になるんですよ。あの考え方というかその交渉術がいいみたいですね。うん、だから例えば車買う時とかでもよくあるじゃん、オプション50個つけますとか、保証のこのプランをつけますとか、洗車のこのプランつけますで、いっぱいつけるからこうしてほしいとか言われた時に、いやそれは分かる、それは分かるんだけど今回だけごめんっつって、今回じゃこれ分かるんだけどちょっとこうしてほしいとか、そういう風な交渉の仕方が大事みたいですね。はい、では次行きたいと思います。マジで覚えておかないと損する数字7007個目、90分が限界なのは集中力。東大のあれだっけ、授業が100分だっけっていうところで、まあ、どんな勉強できる天才たちでも100分が限界。僕はねもう45分すら持たない気がしますね。僕の集中力が多分20分ぐらいだと思いますよ。そのぐらい20分はぐわってやって、なんかちょっとあーっていうのが入るから、そこでやっぱ集中力で全然切れてるから、そんなもんだよね。集中力が別に20分しか持たない人だって、逆に90分マックスで持てる人だって、それを何回やるかとか、20分集中できるの何回続けられるかっていうことだと思うから、まあそんなに気にしなくてもいいのかなと思いますけど、僕ね話全然変わったけどさ、さっき新しい車を買ったのよ。で、前回買ったとこと同じお店で買ったんだけど、そこの前回買った時のそのオプションとして、年なんか何だっけ、5回ぐらいだっけな、無料でオイル交換しますよとか、無料で定期検査しますよとか、洗車しますよっていうオプションをつけてたんですよ。車買ってから
半年も経ってないで買い替えるってなって、また同じお店に行った時にそれを思い出して、で僕結構車走ってて何回かオイル交換したんだけど、結構でかい車だったからオイル使う量も多いし大変だっつってイエローハットとかでやってたんだけど、それを思い出しちゃって、でうわーと思って、でこのオプションもったいないなーとか話をね店員さんにしたんですよ。これつけてたんですか、僕何回もオイル交換やっちゃいましたよみたいな。そしたら、あそうだったんですね、で逆にオプションを何も使ってなかったわけだから新しく車買うんだけどそれにオプションをこう移してくんないかとかってね言ったんだけど、いやそれはできませんとかほざき始めて、まあそれできないのはわかるけどさ、そういうなんか一回さすごい嫌な思い出があったらもうそのお店で絶対買わないって思うよね。まあ僕今すごいオブラートで喋りましたけど、他にも僕はその店員に対して言いたいことがめっちゃあるんですよ。でこれ喋るとまた長くなるから別の動画で言おうかなと、もしね言ってほしいとかあったらコメント欄書いていただければ嬉しいんだけど、まあ、オブラートに包むとそんな感じなんだけど、店名と名前カード名刺見せてこいつがーとかって言ってやろうとかって思ってたんだけど、ちょっと今そこから時間が経ってね僕の気持ちが少し冷めてるんで、今回この辺にさせていただきたいと思います。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。このマジで覚えておかないと損する数字7000ということで、第一印象は出会って3秒で決まる、7割の記憶を忘れるのは24時間後、 20% 記憶を上げるのが運動20分の運動、実は9割の心配事は起こらない、30日の行動が習慣になる、思考が身につくのは180日経った90分が限界なのは集中力ということで、7つお送りさせていただきました。皆さんいかがでございましょうか。まあ、僕この中で結構おおと思ったのは、実は9割の心配事は起こらないってとこかな。結局未来って見えないからやっぱりどうしても不安になっちゃうのはもちろんあるんだけど、そこういうやっぱりなんだかんだ起こんないのかなとかで、まあ気楽になりすぎても危ない部分もあるけど、やっぱこの気持ちのバランスを持っておくのが大事かなと思いますね。うん、まあ心配すぎてね、あれもダメだこれもダメだって言って生きていくのはすごいつまらないし、人生一度きりだっていうところもあるけれども、チャレンジしすぎると危ないぞみたいなところもあるからね。そこの、まあ、バランス考えてるところだと思います。皆さんなんかいい記憶に残るというか、あこれいいなと思ったありましたでしょうか。もしありましたらですね、コメントか何か書いていただければと思いますので、ぜひともですね、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。次の動画でまたお会いいたしましょう。失礼します。ありがとうございました。